こんにちは、かくすけです。やっていきましょう。エピックシェフの続きです。おっと、おっとっとっと、ちょっと画面選択がおかしい。あれ、ちょっと待って、あ、こうかすみません、キーボードを変えて操作に慣れてないので、今回いろいろと、はい、いろいろとね、うまく動かせないと思うんですけど、許してください。慣れるためにはね、使うしかないんで。そうなんです。すごい久しぶりでね、エピックシェフするの。どんな状況だったっけ？ニャリアンと魔法リーグはまあいいとして、とりあえずニャリアンの方をクリアしたいですよね。だから、そうだ、久しぶりにやるからさ、準備が全然できてないけど、そう、メモしながらやらないといけない。写真だけはいっぱい撮ってるんですよね。まずはやっぱりニャリアンリーグの方をクリアしたい。で、水も草も苦手っていうやつはもうこれ倒した方ような気がするな。これだな。加工品と精神と山のやつと、水と動物と活力と、水と動物と活力と精神で、精神が2ラウンド分高いやつがあるから、活力かける2倍のやつはとりあえず雲のやつ、雲ちゃんの肉のあれが、これね、これの活力がやばいし、でも雲ちゃんのやつは動物が入ってないのか。じゃあ、動物も、水、動物入れて、パンコまぶし入れて、もう一回パンコまぶし入れるとなんかすごいいい感じになるな。水、動物の活力高いやつ、しかも空っぽでいいやつがあれば嬉しいっていう感じだな。オッケー。で、今バッグを見て気づきました。私は、ちょっと待って。よし。私は釣りを今回するつもりだったんだ。よいしょ。ごめんなさいね。メモ用に置いてるスマホが今振動したから、音が入ってるかも。かなぁ。よいしょ。ボルツナか。ツナンダーか。ツナンダーどうだったっけなぁ。とりあえず、もう間取らずポンポン釣っていくけど。ツナンダーは何用に使える子だったっけな。あの子は一応魚動物のやつだから、わっ、魚動物のやつだから、さっきの話には使える。お、いいぞ、エーテルかつお節が作れる。でもエーテルかつお節ってうなぎ2匹だったっけ。いやー、エーテルかつお節はね、最強だからね、すごい大切にとってあるから、追加できて、使えるのは嬉しいよ。よし、お、いいねー、エーテルかつお節作るぞー、ロイヤルうなぎ。これは困ることなさそうだな、しばらく。よし。ひひひひ。新しいキーボードがさ、ツイッターにも載せたんだけど、手の形のやつで、それぞれの指の手前と真ん中と奥にキーがあるんだよね。そこのキーそれぞれが何にね、割り当てられているか、いいキーだったら人差し指の真ん中みたいな、こんな感じの割り当て方をしてるからさ、慣れるまでがなかなか時間かかりそうなんだよ。
音はどうかな。結構カチカチいう感じのキーボードだけど、動画に入っちゃうかな。ま、え、これはトータス、トースト行為か。あと3個どうだ。なんか釣れるかな。特にこれが欲しいっていうのはないんだけど、ゴールドクラゲ、ゴールデンクラゲとかさ、 あとあれだよ、エピック、エピッククラゲじゃなくて、エピックじゃなくて、ん、なんだった、レジェンダリークラブだ、レジェンダリークラブが欲しい。ありがとうロイヤルウナギは何匹あってもいいですからね。レジェンダリークラブ欲しいな。で、ここら辺の釣りをした後に、やっぱ釣りをする用意をしてたってことは、次は水のやつをやろうとしてたんだよね。オッケー、あ、ツナンダーか。ツナンダー悪くはないけど、そんなに良くもないな、多分。これ結構難しいぞ。レジェンダリークラブでは？あ、これ難しいぞ。全然溜まってない。あ、目がシパシパするよ。あー、なんで？それどうしようもないんだよ。そんな早く動かれたらさ、追いつかないよ。ねえ無理だって。よいしょ。これきついよ、今回の魚、ほんと。もうちょっと待って。どうしても釣れない。いや、ちょいちょいちょい。いや、その動きを。なんだい？トースト行為か？嘘だー。あ、違う。違う。違う。これだ。あー。なんだ、は空っぽで、あ、空っぽ。あ、これ使えるかもな。うん。山動物か。トースト行為かは、あ、加工、動物加工品に使えそう。あ、かける3だ、いいね。あ、ロイヤルウナギは加工するもの。ゴールデンクラゲは空っぽにいいね。まあ、ただこの子は星だからさっきのやつには使えないと。こんな感じだな。え、どうしよっかな。どうしよう。とりあえず、エーテルカツオ節を作るために、あ、これじゃないや。エーテルカツオ節を作るために、加工品。あ、オーステッド1個でいいんだっけ。あ、いいね。ロイヤルウナギも1匹で大丈夫だ。あ、これも勝ちでしょう。あ、でもこれは水は入ってないか。よしよしよし、ゴーステッド1個でいけるんなら簡単だな。うん。で、エーテルかつお節。次これ使おう。あ、そうだそうだ、特に好みとか何にもない審査員のとこあったから、ここでエーテルかつお節使っちゃいましょうかね。使っちゃいましょうか。で、ツナンダー、ツナンダーの話、あ、クモちゃんかなー。クモちゃん。クモちゃんが少なくなってきているな。ご飯はいっぱいある。クモちゃんのご飯は？あ、3つあるか。うん、ふんふんふん。クモちゃん追加して、速攻で肉にしちゃおうかな。ごめんよ。クモちゃん、ちょっと君は優秀すぎるからさ。君は優秀すぎるから、どうしても使っちゃうのよ。すぐ加工されちゃうのよ。うん、確かね、特に、
何も置いてなかったと思うんだよね、くもちゃん。ね。この相乗効果を確認するために1個は残しておきたいんだよな。ユニコーンのベーコンは今回は違うね。で、加工を山。あー、そっか。加工山精神のやつがあって、あ、エーテル鰹節がそれ最強なやつだ。あー、雲糸精神精神。雲糸鰹節、鰹節がなかなかいけるやつだね。ラウンド2回分。山、加工。山か。山欲しい。山欲しい。山欲しいって、あ、雲の肉そのままだ。山欲しい。スパイダーシルク。あ、違うや。山。あ、スパイダーシルクの時点で山が入ってる。加工品、精神、山がポイント高いステージがあって。あー、シルク、かつお節、かつお節パターン。いけるな。ただな、かけるなんちゃらって言われても、もともとがそんななかったらダメだから、精神をプラス50して、ホメラの甲羅か作ったソース、圧力かける2があんまり効かないけど、精神プラス50って結構それだけですごいよね。あ、ゴールデンクラゲの山星かける3もすごいな。あ、悩む。どっちがいい？はぁ、あ、でもなぁ、てか、かける 2.8 プラス、もうプラス38も入ってくれるから、やっぱ鰹節だな。うん。鰹節まだあるよね。うん。2つある。トーストコウイカはまあ、とりあえずいい。かなぁ。ファイアーゴールドフィッシュもかける 1.8 か。まあでもそうだなぁ。おっと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 。すみませんね、ちょっと。うん。振動しないようにしとこう。だから、とりあえず雲は増やさないことといけないことには変わりないな。ライス。雲ちゃん。パンダの卵が最近ちょっとなくなりかけよね。で、やっぱりゴーステトは必要。ゴーステトが作れないな。どっから行こう。シルクだけか。シルクだけで行くんなら、スパイダーシルク、エーテルカツオ節、エーテルカツオ節の技を使えば大丈夫だな。で、新山。で、次が何をしてくるかわかんないから、いくつかいろんなものを持っていって、でも戦いに行っちゃおうかな。ゴメラの甲羅とか、シルク、もう一個持ってとこうか。うん。まずはね、やってみないとわからない部分あるからな。アービンとかも持ってっとこう。よし、これでいこう。ゴメラソース使うのもったいないかな。精神プラス10、シンプルにそれもいいんだけど。あ、でもベシャメルソースとゴメラの甲羅だけか。あ、甲羅だけなら全然使っていっか。ゴメちゃん早速使われちゃったんだけど。ゴメちゃん、ゴメちゃん、ちょっとゴメちゃんの甲羅需要がちょっと上がってきたな。あ、でもご飯いっぱいあるから、すぐに呼び出せるか。すぐ呼び出せるんなら呼び出しといた方がいいよね、早めに。ごめちゃん。一回餌に入れとこう。ごめちゃんは、うん、いっ
ぱいある。ゴーステッドが足りないから、ゴーステッド待ちだな、これは。うん、行くぞ。ニャリアンリーグ、そんなメモとかしてないけどダメだろうな。チケット買う。ニャリアン地区メモしないと絶対忘れるよ。なんだっけ、最初にシルク、かつお節、かつお節でだよね。シルクかつお節、かつお節かちょっとかつお節渋っちゃうんだけど、まあシルクかつお節、かつお節で素直に行こう。これはだから、シルク、シェルフォンデュソース、かつお節、かつお節だな。シルク、シェルフォンデュ、かつお、かつお。2回目の時はもうその時はその時ですよね。何の効果出てくるかわかんないし。よし、なんかね、紫、緑色の、あそこだな、きっと。うん、あそこのお店の人。やるぞー。これだ。ニャライスさん。君は監視人を倒したのだからね。よし、これだ。特化したウェアオのシェフの能力を本当に味わいたいかね。戦うよ。かかってきなよ。君は臆病者ではないな。とはいえ、暗殺に挑む者は臆病者ではあるまい。分かっていたことだったな。そうね、そうね。もう全くもって臆病者じゃないから、ゼスト君はすごいから。よし、行くぞ。まあ、一戦目は負けることはないでしょう。香りは入れまくりでいきましょう。はい、ラウンド2まであるけど、上の効果は全部1回分しかないのよね。よし、やるぞ。まずシルクを入れます。わ、空っぽ効果つけたくなるところではありますが、ここはシルクです。いきます。香りは入れまくり。次だよ。次、ちょっと待ってね。ボタンがわからないよ。あ、F じゃない。あ、F じゃない。危ない。追加効果。で、フォンデュ、シェルフォンデュソースを入れます。あ、活力ある状態でやった方が良かったなー、これ。活力ポイントはあんま高くないとはいえ、そこ考えてなかったなー。よし、そしてエーテル鰹節を入れる。いや、今回の暗雑誌はですね、暗雑誌だっけ、暗雑誌じゃない、今回の審査員さんはなんかいきなり悪く言わない人になったんだよね。あー、ゴールデンクラゲ、あ、ゴールデンクラゲのかけるさん、プラスしてかける 2.8。 あ、どっちの方がいい。まあ、でもゴールデンクラゲは空っぽの時の効果もすごいからな。いや、二重効果の方がいいでしょう。こっちでいきます。かつお節はすごいぞー。よし、行ってください。どうだ。いや、俺は自信あるよ、すごいから。かつお節をね、使ったから、エーテルかつお節の力をね、借りたからには勝てないとダメだよ。うん、その顔よ。54、すごいぞ。2200 2200点入ったぞ。
はい、ニャライスさん。ふんふんふん、こう捨てと、なんだあのつぶつぶ。あ、山入れてないの？あらあら、それはもったいないのではなくて、あ、あったな。あ、赤が嫌い、オッケー。うん、これま、何も出さなくても勝てるよこれ。精神かける3、生かしまくったからな。もう雑でいいよこんなの。しぶろしぶろ。とりあえず活力はいらないんでしょ。活力があんまないやつで、山が入ってるやつ、ふんふんふん、活力があんまなくて山が入ってるやつ。いや、これは勝ったね。トマトは活力高めだな。ワイダーシルクかな。アーミン、ライスだな。ライス、でも香りで勝てないとちょっとね、あの山ボーナスを受けられない可能性あるから、香りはしっかりつけたいよね。あ、キノコのソースでも入れとこうか。うん、ソースはね、やっぱ香り付けに便利だから。17か。ハイダーシルク、アーウィン、米、人参。あー、ミルク入れよっか。いや、ミルクはな、パンガンとかで使うからな。あ、4つあるからいいかな。うん、よし、26で勝てる気しない。あ、あと1個か。あと1個いけるのか。あ、そっか。じゃあ、いや、ミルクはちょっともったいない。あー、アーウィンかな。うん、アーウィン。39で勝てるかな、香り付け。じゃーん、よっぽどニャライスさんがすごいことをしてくれない限りは。あー、あと1負けたなー。山効果取られるかなー。山入ってなさそう。あ、入ってた。くー、やられた。うん、60、あ、勝ちました。オッケー。いやー、すまないね、舐めたことしちゃって。よし、これは終わり。オッケー。あとはね、審査員の好みなしのやつと、水と活力と精神のやつ、これについては、そうね、素晴らしいシェフゼスト、君は大いなる敬意と名誉に値する。この高潔な戦いが、あの怒鳴り声で少し怪我されたのは残念だよ。怒鳴り声、あ、あの人か。審査員さんのこと言ってるのか。しよっかな。今のものは、あ、そっか、鰹節2個のパターンもなくなっちゃったか。つなんだ、あ、つなんだ、チェルフォンデュソースもいい。つなんだと相性いいやつって、水動物と
チの味あるやつない？今ないか。じゃあ一回帰ろっかな。あ、ここにいろいろ。お、ベーコンはそれか。やはり雲肉、やっぱり雲肉だな。雲肉の準備をしよう。よし。あとは、先審査員の好み、何にもないやつをやっぱエーテルかつお節が一番安定ではあるんだけど、どうしよっかな。さっきの戦いの様子を見てると、まで強くないんじゃないかな、ニャリアンリーグって。やっぱり卵、あ、すごいところに糞をしているな。卵、よしよし、卵卵。パンガンさん増やしたいな。よいしょ。オメちゃんも増やさないといけないもんね。うん、あり。よし、ゴーステッドだな、まずは。パンガンの卵1個しかなかったよね。じゃあ無理か。うんふんふん、ゴーステッド作りだな。まずは2個。ピンクの生地が作れるの？ピンクの生地か。あ、いいね、シナジーあるね。あー、ピンクの生地、つなんだピンクの生地、ピンクの生地みたいなことしたらちょっといいかも。あ、ありだよ。ありだよ。でも山動物との 3.2の方がいいか、37足すより。うん、で、川動物ツナンダーの効果はトースト効果でもいいんだよな。でもそうだな、トースト効果1試合目は活力 ×2 もつくんだよね。トースト効果いいな。加工品動物、動物加工品とトースト効果、動物加工品と、あ、それこそピンクの生地？あ、違うや。動物加工品は、動物加工品でいかなくてもいいんだよね。加工品入れて、何かしら入れ、動物入れて、でもいい。動物っていうのは、オメラの広角とかね。うん。ああ、どうしよっかな。あ、ライスパスタ。オメラのコーラ。でも活力が上げたいんだ。活力がいっぱい入るやつは、活力が空っぽでいっぱい入る加工品。圧力が空っぽでいっぱい入る加工品、難しいね。難しいぞ。とりあえずパンガンにしよっかな。パンガン作ろう。え、どうしよっかな。悩みどころだな。牛乳がちょっとありすぎるよ。牛乳がちょっとありすぎるよ。で、牛の餌も作っとこう。あ、ゴメラの餌も。うん、ゴメラの餌はもうこれ以上はいいかな。あー、違う。と？よし。6個も使うもんね、ゴメちゃん呼ぶのって。パンガン餌にするか、もうパンガンにするか。いやでもゴーステッドまだまだ足りないから、パンガンにはしなくていいか。
ックの生地は使う、作るか悩みどころなんだよね。ディライトはそんな大量に使うわけではないから、ピンクの生地にしちゃってもいいかもね。よし。ディライトか。ピンクの生地にしちゃおう。で、生地もまた作っちゃおうかな、普通の。よし。ライス、人参。ライス、人参。生地を作って、ああ、どうしよう。ツナンダ。ツナンダ。山動物。ごめちゃん。空っぽでなんか使いたい。ゴールデンクラゲの空っぽを使うのもありよね。釣りしようかと思ったけど、そういえばキノコの他にこれ使うからね、マンドラゴラを無駄にするわけにはいかないな。とりあえずキノコのソースを作ろう。いろんなところで使えるからね、キノコのソースはね。はい。はい。これなんだっけ？あ、菌類のソースは活力を嫌うようにするやつか。鍋に洗練を追加。うんうん。これ、便利よね。あ、これ次の戦いに完璧じゃん。これ、ごめちゃんのコーラ最後の一個使っちゃっちゃったけど、使っちゃったけど、使えるぞ、次。もう32分だ。早いなー、時間経つの。あ、シルクが。すごいいっぱいだな。でも、牛3頭もいるからね、そんな増やす必要ないのよね。あれ、シルク今なかった？とか。あれ、シルク、あ、ある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 。ユニコーンの餌。ふふふ。クモちゃんがすごい追いかけてくるな。クモの餌。私はパンガンの卵が欲しいんだけど、あれ、パンガンの卵そんなにない？どっか分かりづらいところに生まれてない？あ、産んでる産んでる。よし。うん。ん？卵2個あるね。オッケー。米だ。米2個、卵2個じゃなかったっけな。オッケー。よしよし。これで雲は、あとはゴーステッドだけで。今ちょっとゴメちゃん用にゴーステッド貯めてたけど。これはまず先に雲ちゃんを呼ぼう。シルクを最近ちょいちょい使ってるからね。よしよし。雲ちゃんって、何個だっけ？ 3 つ。3つだったっけ？よし、行こう。くもちゃん呼びまーす。よし。呼べるものならね、早めに呼んでおいた方がいいからね。よし。あ、違う。あ、まあ、餌も余分だったから。よしよし、これか。アイテムにある。よし。あ、牛に乗ろうとした。しまった。よし。いらっしゃい、クモちゃん。いや、クモちゃんはね、大事だから、肉としてすごくね、ありがたい立場にいるからな、クモちゃんは。ツナンダーだな。ツナンダー使わせてもらおう。牛はいっぱいいて、特に好みがない審査員の時どうしよっかな。ファイヤーゴールドフィッシュもありか。ファイヤーゴールドフィッシュか。
あ、スナフグは一番最初に入れたらプラス30。でも洗練ではないんだよね、今回。ミューグルカープ、ボルツナ。ボルツナは何かの加工品で使ったよね。まあ、いっか。今回はこれで終わりにしよう。よし。ただいま。本読む暇あるかな？本読んで。今回は終わりにしよう。おやすみなさーい。